皆さんはじめまして。今回からグロスタにてランク10を最速で目指します。けど RTS だけではなくて、あくまで初心者が本気を出してどれだけ早くいけるかみたいな感じです。早速ゴールして1点先制と、まあ到達タイムはシリーズの最後に出すので予想してみてください。喋ってよ。ごめん。ちなみにちゃんとどっちも初心者です。ランク1からのスタート。ちなみにグロスだけのちょっとした縛り付き付き物なんでよ。うまくパスが通りそのままシュート。どんどん行きます。なんでグロスだけかは特に深い理由はないです。ねえ、一応初登場だからちょっとした自己紹介しない。確かにそうだね。でグロスに出てなかった？背景にしてた。そうなんだ。改めて自己紹介。私の名前はラッツ。とにかく前に出る性格かな。の割には冷静な一面。グロスタでの話。ゲームは好きだよ。特にこういう友達とかとできるゲームは。なんだ、ソロの方が好きなの。私をなんだと思ってるの？だからね、ガチるというよりはみんなでエンジョイ派かな。次は確か。そういえば私主義のことあまり知らないかも。疲れてないから。え、何度か話しかけてたんだけど。あ、答えるのが面倒だった。ひどい。まあそれは最初の頃だったし、今はね。ツンツンだな。笑い。ごめんって。何も言ってないけど。てかさっきの何してるんだ。慌てて変なシュートを打っちゃった。ここはボール取ってドリブルしてパス。いや、そのままシュートでよくない？確かに。まあよし。このキャラ無料で手に入ったんだけどいいね。強いかどうかはまだわからないけど使いやすい。猛攻撃にて敵3全滅。このままボールを運んでシュート。ナイスシュート。またもや開幕から全員攻撃。チャンスの場面で守備にボールが。今度は守備がロングシュート。ここまで前線全勝の絶好調。初めてにしてはどちらも噛み合ってる。初戦忘れたの？まああれはね、勝ったからよし。今回の敵3守備固くない。あとジャッキーというキャラが厄介。あのキャラ壁越しに攻撃できるらしい。それは厄介すぎる。なんとかギリギリで防衛成功。当たり前だけどランクが上がるにつれて強くなってるな。一応キャラパワーは高いはずなんだけどね。プレイヤースキルの差といったところか。またあのジャッキーにやられた。今回長期戦になりそうだね。今まで短期決戦しか経験してないのがどう影響するか。経験不足だね。延長戦があることくらいしかわからない。一人くらい解説役がいてもいいんだが。残念ながらどちらも初心者なもので、一応これは後から知ったことだけど、延長戦は障害物が全部なくなるらしい。射程の長いキャラが有利になるのかな。またまたジャッキー。さっきのリプレイのよ。これはお相手さんがうまい。どちらも防衛成功し長期戦の状況。無理やりにでも1点先制したいところ。1点が勝敗を決しそうだからね。ウルトシュートで決めれたら。ダメでした。おお、ここは無理やり押し込んでボール。残り約45秒でこの1点は大きい。せっかくシュート決めたのに突っ込んでやられちゃった。何してんの？ツンが前に出てるね。ごめんって。ここで反論するとツンデレ認定されるから黙る。こちらは経験豊富な模様。なんとかボールを中央へ。ゴーの攻撃痛い。ボールの近くには天敵のジャッキー。なんかカール突っ込んできた。終盤だからいろいろあるね。撹乱されないように。
か、耐えれるかな。ブルトで遠くにクリアしたか。危なかった。棒のウルトが溜まってたらと考えると、本日のスーパープレイ&ゴール前のシリー、囚われのダリル、最後はこの3本立てでお送りします。ぜひご視聴ください。それと高評価もモチベーションにつながるので、次が早く見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いします。ちなみにこの試合さっきより長いです笑い、なのでさっきできなかった。シリの自己紹介とどうぞ。別にこれといった話すことはないけど、ツンツンでね。ジャックね、それはそれは君にとって何でもないことかも。